アマトリーチェ、アマトリーチェは、イタリア共和国ラツヨ州リエーティ県にある、人口約2500人の基礎自治体、コムーネ。アペニン300中の盆地に所在する町で、風光明媚な観光地として知られ、夏には多くの秘書客で賑わう。代表的なパスタソースの一つであるアマトリチャーナは、この町の名に由来する。 2016年8月24日に発生したイタリア中部地震によって大きな被害を受けた。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ、リエーティ県北東部、アルタバアンレデルトロント、トロント、過酷上流域に位置するコムーネ、アマトリーチェの町は、ノルチャから南東へ約2 4トル、ラクイラから北北西へ約3 1トル、 アスコリピチェーノから南西へ約3 7トル、ケントリエーティから東北東へ約 42km、州と首都ローマから北東へ約1 0 4トルの距離にある。長域の東と南はアブルツォ州に接している東にテーラモ県、南にラクイラ県と隣接。アマトリーチェも1927年まではラクイラ県に属していた。 隣接するコムーネは、以下の通り。A 級は、ラクイラ県、アブルッツォ州、ではテーラモ県、アブルッツォ州所属。アペニン山脈の中の盆地に所在する町で、町の東には、モンティデッララガの山々がそびえている。モンティデッララガには、モンテゴルツァ四2458メートルなどがある。アブルッツォ州との境界にあるモンテゴルツァノは、ラツヨ州の最高峰である。 モンティデルダラガの再六に源を発して、長域を北西に流れるトロント川は、アドリア海に至る川である。アマトリーチェの町は、トロント川に、サガンからカステラーノ川が合流する地点の丘陵上に位置している。長域には、トロント川の支流スカンダレロ川をせき止めた、スカンダレロ湖がある。グランサスソエモンティデルダラガ国立公園に含まれる。戦士時代以来、 この地には、人々が暮らしていたことが考古学的な調査から分かっており、ローマ時代の墓地や建築物の遺跡も残っている。西ローマ帝国の崩壊後、この地域は、ランボバルド人のスポレート広告の支配下に入り、アスコリカンク、コミテイト DI オスコリーに含まれることとなった。1 0 1 2年のの文書で、トロント川とカステラーノ川の合流点の川上に、 あるという名の街が登場する。1265年、シチリア王マンフレーディの下、アマトリーチェは、オートビル町シチリア王国に組み込まれる。1266年、マンフレーディを破った、アンジュ家、アンジュイコールシチリア家の、シャルダンジュカルロ一世が、シチリア王に即位する、後ナポリオー。アマトリーチェの街は、カルロ一世に反旗を翻したが、百七十四年に、 制圧された。しかしこの経緯により、アマトリーチェは、ウニベルシタスとして、一定の自治権を維持することができた。14世紀から15世紀にかけてアマトリーチェは、ノルチャやアルクアータ、ラクイラといった近隣の都市と抗争を繰り返した。アマトリーチェの兵士は、コンドティエレ、傭兵隊長の軍勢に参し、ラクイラの包囲戦に加わっている。この戦いは1424年に、 ブラッチョの戦士で幕を閉じた。ナポリオ王国の継承をめぐり、バロアイコールアンジュー家とアラゴン家が対立すると、アマトリーチェは、アラゴン家支持の立場を取った。1529年、神聖ローマ皇帝カール5世、ナポリ王としてわかるロ4世に従う、オランジュ皇によってアマトリーチェは襲撃され、その武将であるアレッサンドロ・ビテッリに与えられた。その後、アマトリーチェは、 オルシーニケやフィレンツェのメディチ家、トスカーナ大公国の支配下に置かれた。メディチ家の支配は1737年の断絶まで続いた。この間、1639年にはアマトリーチェ地震によって甚大な被害を受けている。イタリア統一後、アマトリーチェはアブルッツォ州の一部となったが、1927年にラツヨ州に編入された。 2016年8月24日、ノルチャ付近を震源とする地震、イタリア中部地震によって、町の多くの建物が倒壊し、甚大な被害が出た。アマトリーチェでの死者数は200人以上とされる。折しも、アマトリチャーが祭りを控えた観光シーズンの最中に、あったため、観光客も巻き込まれた。欧州メディアの間では、アマトリーチェ地震という名も使われている。 広域行政組織であるベリーの山岳部共同体、事務所所在地、ポスタを構成するコムーネの一つである。アマトリーチェには以下の分離集落、フラツヨーネがある。アマトリーチェの食文化の伝統は長く深い。モンティゲンダラガの豊かな牧草地や豊かな水、肥沃な土壌のために、アマトリーチェでは品質の高い肉やチーズが生産される。この年からは、 強に使えた料理人も多く出ている。アマトリーチェの名はパスタに用いられるアマトリーチャーナソース、アマトリーチェ風ーソースで知られている。アマトリーチャーナソースは一般的にはグアンチャーレ、豚のほう肉の塩漬けとペコリーノロマーノ、溶乳のチーズを使ったトマトソースであり、スパゲッティ、ベルミチェリ、ブカティーニなど各種パスタに合わされる。 ローマ料理の代表的なソースとして世界的によく知られている。もともとアマトリーチェでは油とチーズと呼ばれる料理が作られていた。牧人たちが山で放牧を行う際に傾向できる材料、すなわち菜の目状あるいは薄切りにされたグアンチャーレ、チーズ、スパゲッティから作られたものである。その後、トマトやごく少量のオリーブ油がレシピに加えられるようになり、 宣伝されることとなった。アマトリーチャーナが広く知られるようになったのは19世紀のことである。牧畜不況のために多くのアマトリーチェ出身者が食を求めてローマに移住したが料理人の食についた人々はその料理をアマトリーチェ風と呼ぶようになったのである。アマトリーチェ料理レストランの歴史に残る最初の店は1860年にがローマに開いたで、この店は 高い評判を取った。20世紀に入ると、ローマ出身の俳優が、ラジオやテレビなどで、アマトリチャーナについて、しばしば触れ、そのレシピが全国的に知られるようになった。今日、レストランで供される、アマトリチャーナのレシピには、トマトを加えるものと加えないものの、大きく2種類がある。トマトを加えない、古い形のものは、一般に、グリーチャと呼ばれる。 グアンチャーレの代わりにパンチェッタを入れたり玉ねぎ、オリーブ油を用いたレシピでも作られている。2016年のイタリア中部地震ではアマトリーチェが甚大な被害を出したことからアマトリーチャアナを通して被災地との連帯を表明する活動が広がった。イタリアのブロガーによって提起されたものでレストランでメニューにアマトリーチャアナを加え アマトリチャーナを注文した客と提供した店舗が一皿に月1ユーロずつ計2ユーロをイタリ赤十字社に義援金として寄付するというものである。同種の動きは日本を含め世界各国に広がった。ニョッキリッチはアマトリチャーナほどの知名度はないもののアマトリーチェの名物料理の一つである。水と小麦粉、卵から作られるニョッキ、ダンプリングで巻いた形が 特徴的である。アマトリーチェと郊外の集落で代々伝えられてきた料理で、アマトリーチェ料理の最も古い形を伝えていると、される。首都ローマから、アドリア海に面したポルトダスコリ、アスコリピチェの県産、ベネデットデルトロントまで、イタリア半島を横断する国道4号線が、村内を通過している。スカンダってこのほとりで、 国道4号線から国道260号線が分岐し、アマチャトリーナの集落内を通過して、ラクイラに至る。また、アマチャトリーナの集落で、国道260号線から国道577号線が分岐、南東にカンポトスト村内に至る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。